はーい、仲良し、卒業パーティーを楽しんでる諸君、こんにちは。こんにちは。それでは早速、ふみやくんからもらった手打ちうどんを作ってみたいと思います。ほんすぐなるですね、ちょっと、あ、ちょっと、おい、ちょっと、こぼれちゃう、こぼれちゃってるじゃん、ちょっと粉をゆっくり持ち上げるようにして大丈夫かな、これ失敗、これ結構失敗に近いレベルでを厚手のビニール袋に入れて、足のかかとでくるくる回りながらまんべんなく踏む。お腹熟す、これすごい、マジですごい、これこれは柔らかい。じゃあ今から作ろうよ、うん、ね、じゃあ俺ここまでやるよ、うん、ここまでやる。これはすごいよ、うどんだもん。だってちょっとここら辺太いんじゃないの、これがたくさんいいからそれでは今から茹でていきます。いい感じに茹で上がってきてるよ、これ。ほら、味見する、そろそろ茹で加減見た方がいい。味見する、味見しよう、これ。じゃあ、ちょっと、あ、いけ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 、絶対これ、これ長いから絶対美味しいよ、これは。いい味見してる。ダメよ、ダメよ、ダメいいよ、ダメよ。え、上からの方がいいかも、これ。こう、こう、あかっ、お前、これすげえ、意外と美味しいじゃねえかよ。これ、普通に、腰がすごいんだよね、これ腰がすごい。いや、いいのできたね、うん、これは。これね、面白くないわ。面白くない、美味しいから、普通に美味しいもん。これいい色だよ、フミヤ。だからこれ味見するよ、俺がやる、マジで。俺が味見する、本当にお前がやるよ。俺がお前らこれやってみろ、本当に。お前だってこれずっとステップの中使ってたんだからさ。俺が味見するよ、これずっとステップの中使ってた、絶対。あ、そんな熱くない。じゃあちょっと待って、完成、わーい。食べようか、食うか、